何が損害賠償請求だ。ちょっとネットに感想書いただけでしょ。トマトだ。なんでこんなことで30万も払わなきゃいけないんだよ。こんなこと、ずいぶん軽く言ってくれるじゃない。あんたたちは軽い気持ちで書いたかもしれないけど、それで人一人死んでるんだよ。自覚してる？あんたたちは殺人犯なの。では支払いに応じる方とは和解交渉を進めることになりますので、こちらで振り込みのお手続きをお願いします。なお支払いを拒否する方は裁判で争うことになりますので、訴状を送らせていただきます。その時点で名前や情報が公になることをご承知おきください。家族が知ったらどうすんの？会社に知られたらどうなるんだよ。それが晒されるってことよ。身をもって体験してみたら。俺は正義のために意見してきただけだろうが。お前ら全員ネットで公開処刑だから。判断するのは裁判所です。法廷でお会いしましょう。何か？今のちょっとかっこよかったよ。いや